皆さんこんにちは。私の夢について話したいです。私の夢は日本へ行き、いい会社で働いて社長になりたいです。今私は留学生のために日本語を勉強しています。初めて日本語に興味が持ったのはアニメを見たからです。アニメでいろいろなことをたくさん見て、日本の生活は楽しそうだと思い、日本語にも興味が出ました。今日本語の勉強は私にとって、そんなに難しくなかったです。毎日アニメやドラマを見るので、それが役に立っていると思います。今は留学生になり、将来はいい会社で働き、完璧な生活を送りたいです。でもそれは私にできるかどうかはわからないけど、一生懸命頑張って社長になりたいと思っています。以上です。ありがとうございます。